こんにちは、白水です。今日はですね、前回、ロケ地の件で、ちょっとご覧としましたけども、その続きですね。で今ちょいと、食事をしに、入ってきて、まあ、ちょっと裏話とかその辺のお話ができたらなと思ってますけどもね。今ピザとパスタとあと、まあ、もちろんビールも頼んだんですけど、まあ、だけどまあ田中さんだけどさ、はい、よくもまあまあ受けてきましたね、はい、だけど受けてきたってわけじゃないんだけど上手だね。そうですね。なんだっていうのかね、あれはなんかああいう人が立って歩けるような下水のところみたいなところは、まあ正直そんなにないらしいんですね。で、あそこはだから調布の撮影所とかからも近いので、危ないデカとかにも地下が使われてたりとか、結構その刑事ドラマとかでも実はあそこやったっていうところがあるらしいですけどね。まあもちろんご存知だと思いますけども、危ないデカとビーバップはほら生産が一緒なんでね。ただね、なんか俺のイメージでいくと歩道にあったじゃん、はいはい、マンホールの。ああそうですね。俺はなんか、はい、いやどうなったような気がするんだよな。デルさんの記憶では登ってくところのマンホールあるじゃないですか、うんうんうん、あそこから入ってるイメージなんですか。入ってるとこは違うイメージですか。俺のイメージは、はい、最後絵で写ってる、はい、登っていくところなんじゃん、はいはい、あそこから入って、はい、っていうイメージで、ね、ああそうなんですね、はい、でそれが車道にもしかしたらあったんちゃうかという記憶、うん、ただそれはイメージで忘れちゃってるんだけど、うん、はいはいはい、あれほら絵的にはずっとこうトンネルが奥からこう来てるじゃない、はいはい、だからそのどっかから入って、はいはいはい、あそこを使ったのかもしれない、ね、そうですね。周りに何個か蓋ありましたもんね、マンホールは。だからちょっと分かんないよね。あそこ俺こうやって登っていくじゃん、はいはい、あれねこういうなんかなんていうの、別のこういうなんて言うんでしょうね、うん、鉄筋でできてるこういう棒みたいな、はい、ホッチキスみたいな、そうそうそう、この文字のね、はい、あれが何個かしかついてないのというのはもうチクシャーとか言って、はい、その小文字のやつをこう登っていくと、はい、もうあれも画面の上で切れてるんだけど、はい、もうすぐ蓋だったの。そうなんですね。なんとなくすごい高いところ、こんな高いところかって思ってたまだ登るイメージですけどね、はい、に映ってるけど、はい、もう 2,3 個登ったらもうすぐあれで、はい、撮影の時に蓋がすぐ頭に当たっちゃうから、はい、なるべく上まで上がってもらいたいんで首を下げろとか言われて、こうやって登ってここの辺にも蓋が来るような感じ、へにしたのは覚えてる。あ、だから、ね、映画よく見てみるとちょっとチェックしてもらいたいと思うけど、はい、こうやって2、3個登ったら俺止まってるんだよそのままぐんぐん行ってないよ。あ、そうなんですね。だからそこはねちょっとすぐその後カットされちゃって、はいはい、次の俺がもうテルシマランドの上にバンって出てくるシーンになるの。はい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 、はい、だからそこは分からないんだけど、はい、でもあれもすごい低い、そんなに深い穴じゃないんだよね。
それは入り口があそこだったのか、うん、違うとこから来たのか、はいはい、これはちょっと分かんないんだけど、はい、ただ下水道だから水が流れてんじゃん、はい、あんまり歩いてないような気がしないでもないんだろうな。ああ、そうなんですね。分かんないけどね。ああ、あれ匂いとかはしなかったですか、下水。いや、なんかね、そういう臭いイメージは全然ない。ああ、そうなんですね。なんか、だからまあ、だけどあそこだったかなっていう、なんかあの道路側にもあったじゃない、マンホール。ありましたね。さっき俺もあそこでちょっとここだったっけな、ここだったっけなってちょっと俺も見てたんだけど。あ、それ撮ってますよ。あ、撮ってた。なんかね、俺は車が通ってるような道路でそんなに要は広い幹線道路じゃなく、はいはい、通ってるところでなんかスタッフの人たちがこうなんか車をこう回りをしながら中に入っていったような気がするんだよね。はい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 、じゃあ車道なんですかね、入ったところは少なくても。なんかそんなような気がする。だからそれがもしかしたら歩道で人をこういう、ああ今は、まあ、道路がどうだとか人が人をこうなんかこう誘導しながらみたいなことを言ってて、俺がこう身振り手振りやってた、来てたビールひっくり返しちゃってとんでもない大惨事になってしまいまして、まあだから店の方は申し訳ございませんでしたけど、だからなんかそんなイメージがあったんだけどね、俺の中では。ああ、やっぱでもそれはちょっと記憶がな曖昧だから、ああ分かんないけどな。ああ、シンプルにマルゲリータをいただきました。ありがとうございます。このですこのクリスピーな薄めの餌、うん、まっ、うん、あ、トマトソースもね、あの、トマトっぽいやつ、うん、で、モッツァレラがこんなに酸味がないいいやつですね。美味しいやつだこれ、うん、で、もちろん生地もね、ここでやってんだろうな、うん、結構もちもちなんですよ、クリスピー、すごい美味しい、うまいね。お前じゃごめんね飲みたいだろうけど、はい、うまいよ今井ちゃんめっちゃ車運転だからさ、今井ちゃんうまいよベーコンのクリームパスタですね。平打ちでございます、ね、だからこれ多分ね、もしかしたらですけどこれ生パスタじゃないかなと思います。うん、うまっ。だから今井ちゃんも前に言ったことあるかもしれないけど、
実は、うん、あの地下の撮影の時は一回いわゆる映画館の前でクランクインしたじゃないですか、はい、それからまあいろんなシーンをかなりいろんなところを撮らせてもらって、でまあそれも寺島ランド以外はみんなねロケ地巡りしてご紹介させてもらったんですけど、あそこがね、その撮影がずっとこうやって一回ね開いた時があったんですよ。もうどんなだもん、5日とか1週間ぐらい結構の間が空いたんですよ。でそれでうちが行ったんだけど、もう一回呼ばれて、そしたらあそこだったんです。で俺はあそこでクランクアップ、あれが映画の全部最後の僕はねクランクアップ撮影終わり、テルコクロさんみたいな、テルコクロさん今映画とかで言ったりすると終わるとなんかクランクアップするとお花もらったり、皆さんに周りの人にお疲れ様でしたとかって言われたり、スタッフとかに名前とか紹介されて、はい、ただいまのシーンをもちまして白井光弘さんクランクアップでございます、拍手してありがとうございます、ありがとうございますって感じでやるんですけど、それをやられた記憶がないでもやってくれたんじゃないかなと思うんですよね。昔の方がそういうのちゃんとしてたと思うんで、でもあそこで終わったっていう印象あります。だからクランクインが映画館の前で、クランクアップがあそこだったというね。なんか感慨深いですね。だからあそこはすっかり忘れてたね。梅ちゃんは分かってたの？いや僕は正直、うん、あれセットなんかなと思ったんですね。 なるほどね、はい、なんかセットっぽいじゃないですか、作り物っぽいって言ったらおかしいですけど、うんうん、でそんなにまあでもなんかあれ撮影ロケ地ちゃうかって話を聞いて、うん、まあめちゃくちゃ探したんですけど分かるわけもなく、ね、うん、セットって言えばあの後に出てきて俺が蓋を開けて、はい、バンってやって、はい、ガソリンみたいのを撒いて、はいはい、で火をつけようとする、はいはい、あの蓋はセットですよちょっとあれ発泡スチロールっぽい、そう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 、トールさんが頭ドーンとか出てるてめえには似合いの墓場だぜ、死ねえや。まあまああれはでもね、なんつうのかな、そのコミカルな、うん、あれでいいんじゃないかなと思いますけど、ね、うん、なんか感慨深いですね。あとは残されてるのは照島ランドだけだね。私のシーンで言えば、まあ、ちょっと照島ランドお楽しみにしていただけたらなと思っております、ね、はい、ということでございましてね、すげえ美味しかったね。美味しかったです、うん、うまかった本当に。なんかもう撮影とかなしでもうバクバク食いたいなって感じでした、ね、ゆっくり。今度なんかいろんなパスタとか、あとオムライスとかね、あとなんかローストビーフのなんかこういうご飯みたいなのあって、それもなんかすげえうまそうだ、ね、で照り焼きチキンピザっていうのはなんか冬季限定であって、それもうまそうなんでね、もしよかったら来てみるのも面白いかなと思って、まあそんなこんなで、今回のテルチャンネルこれで終了でございます。また次回のテルチャンネルでお会いいたしましょう。よろしく。よいしょ。動画面白かった。